第16試合 V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦井上京子選手です。いろいろね、はい、ありましたけれども、はい、こういった形でトーナメントの出場が決まりました。はい、ルシア・ライカとの対決はお流れになっちゃいましたけれども、私は気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。また今日派手ですね。そうですか、プレゼントで。あ、そうなんですか。はい、今日はこのガウンも新しいので気持ちを一新して頑張りたいと思います。いいですか、また、いきます。東京ドームを井上京子一緒に連れた、いくぞ。そして一方青コーナーは JWP のダイナマイト関西選手です。さあ、こういった形で急遽実現したわけですけれども、井上京子との対戦いかがですか。でも本当に今自分の心境というのはですね、対抗戦を今までやってきて、今感じることが女子プロレス全体が私は敵だと思ってるんで、今日は京子選手と急に決まった話ですが、全力を尽くしスケールの大きい試合をやりたいと思います。はい、上まで勝ち上るためにはね、3つ勝たなきゃいけないのかな。ペース配分を考えながら、でも相手が相手なんでね、考えられるような相手じゃないんで、一試合一試合を、自分自身にね、納得いける試合ができればもう自分でそれで十分だと思います。はい、期待してます。はい、ありがとうございます。本日の第16試合 V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦30分一本勝負を行います。青コーナー JWP 177パウンドダイナマイト関西、赤コーナー全日本女子プロレス175パウンド井上京子。
レフリー村山大地。さあ V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦残る最後の試合であります JWP ダイナマイト関西対全日本女子プロレス井上京子のシングルマッチ。まあ、井上京子としては、まあ、ルシアライカ戦が急遽、はい、このね V トップウーマン参戦へと変更になったというところで気持ちの切り替えという意味でもねなかなか勝負どころがいろいろと京子の頭の中でもね整理しきれてるかどうかというのが心配なんですけれども、さあ一方のダイナマイト関西当初は今のね、はい、京子選手が花道を歩いてきたときに、はい、ドームの空気を吸うんだっていうような感じで、うん、深い深呼吸をしましたね、はいはい、なんかその心意気がとっても京子らしくてよかったなと思います。なるほど。さあモンゴリアンチョップから最初から 100% 飛ばしていく井上京子。一方はダイナマイト関西、うわなんか体当たりみたいなラニアット。ニューコスチュームで登場の関西であります。 JWP の看板を背負って今青コーナーセコンドには JWP 勢が全員勢ぞろいだ。ラリアットで今花道に強行落としておいて、さあ今度はあっと花道の展開だ。あ7ランと花道でトペレベルサー狙ってましたね。いやいやいや、まあ各選手ともねこの舞台装置を見ていろいろとね考えるわけですけれども、まあ京子は京子なりに、まあ一番まさかここであジャイアントスイングをそういうこと考えそうですよねこの人。ああ7なんと、あ歩きながら向こう行ってしまうのかな。ああすごい東京ドームビッグエッグでジャイアントスイング。いやいやいや、ここでやりましたか。考えてますよね京子も、まあ前後一のねアイデアマンですから、まあ、もうアイデアウーマンですごめんなさい。まあ開始早々からほとんど戦場がこの辺だったりなんかするんですけども、早くリングに戻るのか。お、そこでやってリング内。関西選手は本当に厳しい表情でリングに入ってきましたよね、はい、ここまでの展開では強行ワールドにやられちゃってるかなっていうのはちょっと知られますね。まあ強子としては逆にこのコロコロとカード変更になってね開き直りみたいな部分があるんでしょうね。かなりこうリラックスした感じで入場もね警戒に入ってきたわけですけれども、まあダイナマイト関西とは対照的と言いましょうか、関西の方は危機迫るようなね形相で入ってきました。そうですね、はい、さあこの V トップウーマン1回戦この勝者が先ほど勝利しましたアジャコングと準決勝を戦うということですね、はい、どっちにしてもすごいことになりますね、はい。まずは蹴り、ここまではねあまり蹴らなかったんですけど関西やっとここで出してきた強烈胸板への蹴り。さあまあ関西といえばねこの V トップウーマン用にダイハード関西という新必殺技を携えて、ね、この東京ドーム登場ということであります。いつ飛び出すのかそのダイハード関西。一方の井上京子こちらも、まあ、パワーでは全くこの関西と引けを取らない、そうですね、この京子ですからね、どんなものが飛び出してくるか。関西選手はパワーものですか、パワー殺法で、はい、そういった技で勝負をかけてくるしかないという、ね、そうですよね、それだけのことを考えてるんですね、はい、京子選手はパワーファイターというのは隠された味であって、基本的には、まあ、基本的にはテクニシャン、ね、大テクニシャンですね、はい。まあしかし先ほど開始早々は強行ワールドの展開だったんですけれども、どうやらじりじりとこのダイナマイト関西のペースへと持っていこうというところであります。やはりレパートリーにしている持ち技が強行選手の場合は派手なものが多いですよね、はい、ですからそちらに目を奪われがちなんですけれども、はい、じっくりじっくり攻めるということでは、はい、どうでしょう関西選手に、まあこういったねしっかりね
攻めになっていくと、やっぱり、おっと、張り手張り手、張り手合戦、ラープに振ってエルボー。今度は関西が逆にロープに振り返してサイドバスター、終了感あふれる攻撃でカウント2。さあこの関西も、まあ、一躍先日のね武道館でアジャ、そして北斗を連覇したことでこの V トップーマン俄然本命に名乗りを上げてきたというところがありますよね。まあ、当初はあのシードだったんで圧倒的に関西優位というような話さえこう出てたんですけれども、まあ急遽この1回戦井上京子との試合が組まれたというところで、まあ関西の方も若干こう戸惑っている部分もあるのかもしれません。でもあのどうでしょう、関西選手の正直な性格っていうんですか、はい、あのみんなと公平に、なるほどなるほど、他の出場選手と公平にですね、まあ当初からねシードはあまり戦う国で良しとしたんじゃないですか。なるほど、当初からちょっとシードの方はあんまりこの歓迎しないような発言が多かったんですけど、関西そうですね、他の出場選手と同じ条件で戦いたいというね、そうですね、はい、そういった部分と本当に関西選手らしいというか、はいはい、まあ、バカ正直というかあこの巨漢関西を持ってけませんね、持ってけませんね。まあパワーでは定評のある強子ですら、ちょっとこの関西の巨漢はどうか。さあ行くぞの掛け声で持ち上がった、まさにこのビッグエッグの天井をめがけて釣り天井だ。お、そのまま崩して今度は首を固めにいった。関西もこれが長く続くとかなり厳しいぞ。まあ関西はあまりこの体が柔らかい方じゃないんでね、こういった技かなり有効的ですよね。これなんかすごそうですよ。あ、出ましたか出ましたか、お客さんも分かっているぞ、早くも手拍子だ、腰振りダンスが出た出た出た、もう完全に強行ワールド、下で這いつくばっている関西の心中はいかにという感じであります。いやすごいですねこれ、足の力だけで、はい、特にももとかふくらはぎとかものすごく太いですよね、これ締まりも嫌でしょうね、締まりもの締まりもの、はい、ご覧のような体勢、あまり関西も苦しい。まあ過去この関西と京子といえばね、 JWP のリングでシングルマッチを戦っているんですけども、その時はまあ関西がスプラッシュマウンテンで井上京子を葬ったわけですけれども、まあしかしお互いね、ちょうどあれは1年以上前になりますので、どういった形になっているのか、お互いの力量も、はい、それほど技の数多い方ではないんですが、はい、持っている技は本当に磨きかけてますよね。そうですね、このさそり固めの入り方なんかもものすごく正確かつ早かったですよね、はい。さあサソリ固めでなんとかハードロープに手が届いた井上京子。お、今度は素早く STF に行こうでしょうか。強烈にエルボー落として STF、 この辺りの出ばっこい攻めはやはり関西に分があるか。V トップーマン1回戦ダイナマイト関西対井上京子、武道館でアジャを顔面へのキック一発で KO し、そして北斗をあのスプラッシュマウンテンで葬り去ったダイナマイト関西、一躍この V トップーマンの主役へと躍り出たわけですけれども、まあしかしそうやすやすと1回戦まずはこの京子、井上京子というね非常に高いハードルが待っていました。串刺し強烈ラリアット、もう一発いったが、これは京子はよく見ていた。しかし体当たり、
強引に押し倒していってカウント2、まあ、一応クローズラインじゃないですか。はい、もう一度ロープに振ったところ、今度は京子が自らの体を預けるような形で強烈にラリアットを仕掛けていきました。時間差ラリアットですね。そしてブレンバスターから何があるんでしょうか、ね、出ますね、ドームで入るぞ、三角飛びからエルボー、一人十分、素晴らしいですね、完璧に捉えました。さあカウント2、10分経過、ここで10分経過、あっと顔面顔面、そしてボディへ蹴り、強固な顎を掴んで強引に倒していった。さあ関西が今腕組みをして何か虎視眈々と何か狙ってるんでしょうか。あド迫力であります、ロープを挟んでのダブルクローズラインですね、ラリアットの相打ち、両者ともモンドリ打って倒れた。おっと今何か関西がアピールして、うまく強化かわした、あとこちらのフェンス、放送席の目の前で激しい打撃戦が展開されている。 JWP ダイナマイト関西団体を代表してのこの V トップマン参加であります。さあ最強の称号を得るのは果たしてどの選手なのか。トップロープからミサイルキック、カウント2、おお早くも早くも井上京子ナイアガラドライバーのサインだ。ここで早くも行きますか、ちょっと重いか、関西強烈ハイキック2連発、危ない危ない、顔面のキック、おっとダイナマイト関西達人フルコースか。まあ京子はこの何度なく関西の必殺技でスプラッシュマウンテンに新さんを舐めてますから、あっとさあこのお得意のポーズ、達人フルコーススプラッシュマウンテンに移行するのか、完璧に持ち上がってしまった、あっとこのドーム一歩二歩三歩リング内を右回りしてからスプラッシュマウンテン、完璧に決まったぞ、おっおっと、まあよく返したといえばよく返したんですよね。いやいやいや、スプラッシュマウンテン返しました。じゃあコーナーだと言ってますね。おっとこれは噂のあのダイハード関西を使うのか、ちょっと京子の顔が今朦朧となっているが大丈夫か、まだまだ京子にはスタミナがあるはずだが、あ背中合わせ、背中合わせでダイハード関西狙いか、あっと背中にエルボーを当てていった、危ない関西、まあ井上京子もね、あの関西のダイハード関西必殺技よく研究しているのか、背中合わせになったところをうまくエルボーで返していきました。おダルマ式ジャーマを狙うところ、お互いバックの取り合い、あうまい、この辺りはまさに京都ワールド、カウント2カウント2、おー小手、おーノーザンライトスープレックス、綺麗なブリッジだがカウント2、さあダイナマイト関西が今一歩一歩ニュートラルコーナーに駆け上がった、んあーすごい
ポンポンと三角跳びの要領で投げていった。早いですね、早い早い、素晴らしい平行感覚、バランス感覚になります。まさにプロレスのアスリート申し子、そんな感じがします。井上京子、何をやらしても本当にセンスのある。今度は先ほどの返しか、今度は京子の必殺技、ナイアガラドライバー、これは形が崩れてしまった。もう一回トライするか。なんとか関西もね、これはナイアガラドライバー食らってしまっては、関西もかなり急角度に落ちたの、大丈夫か。15分経過、かろうじて関西の右肩が上がった。おっと、あ、スパイダーネストだ、スパイダーネストだ、リング中央、リング中央、スパイダーネスト、完全に下半身も決まっている、リング中央だ、危ないぞ危ないぞ危ないぞ、スパイダーネスト、危ない危ない、関西ギブアップか、関西ギブアップか、危ない危ない、大丈夫か大丈夫か。今必死に JWP セコンド勢がマットを叩いている。なんとかロープに20リオローという関西であります。スパイダーネストどうでしょうか、またフックが甘かったか、どうやらサードロープエスケープ、勝機を逸したか。井上京子勝負に出た。スパイダーネストは惜しくもロープブレイク、もう一回ナイアガラに行こうというところ、あ、水面蹴りだ、うわ、すごいですね、今えげつないですよ、お互い、どうやら消耗戦に突入してきた。ものすごい小艇が今京子の顔面を襲いました。あ、なんですかこれは、もう四つん這いになっての小艇合戦ですよ。何かこの泥臭いような、もう意地と意地の張り合い、そんな展開になってきました。基本的には泥臭いですよ、あ、ラリアット、これだと本当にミネアポリス AW ですと、強くなんでしょうね、おっと、今度はもう顔面、ロープ最上段の主導権の取り合いだ。この体勢はまずいぞ。何ですか何ですか何ですか。こっから方向を変えると、大ハード関西か、大ハード関西か。できるんですね。もうローとしている。大ハード関西か。うわー。これはすごかった。これは強烈。京子思わぬところで後ろを向いてしまったのが敗因か。フィニッシュは大ハード関西、7レシピのスプラッシュマウンテンであります、はい、確かにテクニックでいうと、はい、井上京子の方が勝ってましたよね、はい、一発一発にかける執念というかね、大ハード関西選手、本当にそれこそゴツゴツした魅力っていうんですか、はい、そういうものを紹介しました。さあ今勝利を確信したダイナマイト関西、がっちりと 握り拳を握って、観客にアピール。さあこれで準決勝のカードが決まりました、はい、まずはコンバットトヨタ対北斗晶、はい、そしてもう一方は今勝ちましたダイナマイト関西と、先ほどトヨタマナミを破ったアジャコング、こちらも関西アジャというね、まあ、3度目の、シンプル3度目ですね、3度目の戦い、武道館、有明、そして東京ドーム、はい、今関西2連覇してますから、これはもうね、1にかけても、ね、関西も負けられないでしょう。さあどういった準決勝になるのか、今から本当に楽しみといったところであります。V トップウーマン1回戦、井上京子選手を見事下しましたダイナマイト関西選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
いや最後はやはりダイハード関西、あれ出すしかなかったですかね。体格もそう変わらなかったんで、本当試合展開に悩みました。だから途中でスプラッシュマウンテン出すのが早かったせいかもしれないですけども、でも返すだけの力、思ってたことを知らなかった自分が甘かったですね。さあ、全てが敵だというふうに試合前に語ってくれましたが、はい、残す敵、次の敵、アジャコング決まりました。どうしましょう。もう今回タッグシングル合わせて5度目ですか、今回が。負けたらもうどうしよう。今までの対戦成績というのは負けが多いです、それをね、一気に跳ね返すためにも、今日すごいいい場所をもらったんで、必ずアジャコングを倒します。はい、頑張ってください。そして、はい、体力の方もね、回復してください。ありがとうございます。なんだっけ、シャーライクとの対戦がダメになって、やっぱプロレス、になった時に、やっぱ今日は絶対勝たなきゃいけないなっていうのがあったんですけど、勝てばやっぱね、よかったんだろうけど、いやもう何も言うことないです。関西選手は強かったです。3回当たって3回、今日で3回目かな、全部もうきっちりとホール負けしてるんでね、すごい悔しいんで、今度は絶対返したいと思いますので、ファンの人も応援してください。一番勝つ日待っててくださいということで、